ラジオ第55話コピティウス泥酔始まりました。寝れない部屋のラジオ第55回、現在の日時は、2月の18日日曜日の、夜の11時23時過ぎたところですね。寝れない部屋のラジオ挙動主催川島です。拍手いただいてありがとうございます。なんで私が喋ってるかってところからですよね。普段私放送作家なもんで、本業がで、横でカンペ出したりとか、最近はもうゲームしかしてないんですけど、で、コピティウス、もう一人の共同主催、プライベートでいうところの嫁に喋れと言って、ラジオを撮らせてるっていう感じなんですけど、それが54回続いて、で今回55回目で、なぜ私なのかというまあいろいろ疑問あると思うんですけど、ちょっと順を追って説明していきます。今日は説明多いです、私なんで。まずですね、今日私仕事をしてました。東京の荻窪という町の喫茶店で、行きつけがあるのでね、でそこで仕事をしてまして、で嫁のコピティウスはですね、コピティウスも仕事をしてました。お金が欲しいと言って、土日空いてる時仕事してるんですけど、で仕事をしていて、で仕事が終わってどうしましょうみたいな LINE が来て、私荻窪で今仕事してますよと、来ますかって言ったら、じゃあ来ますと言って来まして、で次のラジオどうしようかみたいな話もしつつ、ちょっとお腹空いてるねーとなって、で荻窪の行きつけの焼き鳥屋があるんですけど、めちゃくちゃうまいんですよ。もうお酒進んじゃう、なんならそこ行って酔っ払わなかったことがないっていうぐらいのお店なんですけど、そこに行こうってなって、で一通り仕事も終わって行ったんですよ。なんですけど一個問題があって、今日撮ってる2月の18日がオードリーのオールナイトニッポンの東京ドームイベントで、どうしようかなと思いつつ、っていうのもその配信があって、見たいなっていう、最近やってないですけど日本放送さんとも仕事してたんでね、どうしようかなと思って、アーカイブで見ればいいかなと思って、でちょっとツイッター見たら、配信チケット5時半までですって。で、見たのが5時26分。と思って。アーカイブございません。生配信のみ。なんなら、生配信の途中でもチケットもう買えませんと。5時半までしかチケットの購入できません。いや、これは買うだろう、つって。で、急いで買って。で見ながら仕事をしてたんですよ。見ながら仕事できんのかっていう疑問はあるけど、でももう、いやこれは買うしかないだろうと思って、で買って、見つつ仕事しつつ、で途中コピティウス来て、でこんなんやってんだよみたいなで見せて、で全然終わんないの、そのイベントが。なんならいつものオードリーさんのオールナイト通り、ちょっとトークがあって、若林さんのトークゾーン、春日さんのトークゾーンみたいなのがあるんだけど、若林さんのトークゾーンでもう1時間行ってて、どうしよう。いやでもこれアーカイブないから3000円無駄になるなと思って。で、コフちゃん焼き鳥屋行くけど見ながらでいいっつって。で、昔のカップルみたいに今で言うとこの Bluetooth イヤホンで右耳左耳つけて、お互い焼き鳥屋入って、でずっとそのオードリーさんのイベントを見てて、ほんだらもう酒が尋常じゃないぐらい進んで
まあ、僕はいつもその店でウーロンハイしか頼まないんですけど、ちょっと冷酒行っちゃおうかなみたいな、とっくりじゃないんですけど、うん、日本酒の小瓶、うん、なんとなく分かります、ちっちゃめの瓶あるじゃないですか、それを頼んで、結局それ3本頼んで、ほんだらコフィちゃんが出来上がって、でじゃあもう帰ってラジオ撮ろうってなったけど、駅でもうハクハクみたいな、で家帰りました、家帰って吐きます、これはラジオ撮れないねっていう。でしかもその本当明日、まあこの配信日の月曜日の夜10時に配信なんですけど、まあ、基本は遅れてますけど、明日の10時が多分僕明日家に帰ってくるのは9時半なんですよ、ってなったらまあ10時には絶対その配信アップするのは無理だねっていうところで、じゃあもう今日撮るしかない、でコピティーさんトイレの中でゲロ吐きながら泣いてる、じゃあ川島とやるかっていう。で前はもうあったんですよ、うん、コピティウスがちょっと体調不良で川島出動かみたいな、スクランブル発進するかみたいな、ちょっとお酒入ってないから、いや違うんじゃないか。で今日はまあその焼き鳥、荻窪の焼き鳥屋でしこたま飲んだんで、ちょっと発進しちゃうっていう。この発進しちゃうっていうのは誰にも相談しないんだけど、自分の頭の中で発信しちゃおうかってなって、だけどもだけどやっぱりちょっと一人じゃ厳しいっていうところで、わかんないです、今ちょっとマイクの感じで笑い声入ってるかわかんないですけど、僕の隣にもう一人放送作家がいて、この番組で言うところの10の男、放送作家の落合さん、一個前の放送でちょっとカミングアウトしましたけど、有機創作チラシ手伝ってくれたがいます。ご挨拶だけしときます。あ、有機創作こと落合有機です。急遽呼び出されて相槌役をしてます。笑い声とか入るかもしれませんが、すいません。信じられます、この11時におじさん2人で撮ってるっていう。急遽。いやそうなんですよ。じゃあ10の男の説明しときます。もう説明多い回なんで。ああ説明回だから、10回目のこのラジオの10回目の時に落合さん来てくれて、でなんかもう忘れましたけど、うん、流れでじゃあ10の回に出ようか、うん、で20、30は出てくれたんだね、うん、で40忙しいで50忙しい、だから2回分出てないのにこの55で来てくれるっていう、ゾロ目の回。いやまあなんでしょうね、ありがたいけど申し訳ないっていう。いい、全然。各有コピティウスは今寝てますけど、すごい泣いてましたさっき。落合さんに来てくれっていう電話をしてたん で電話でそのじゃあ行くよって言ってくれて、で切ってトイレ行ったら吐き終わってて、うん、私は今一人でずっと吐いてた、悲しい。めっちゃ泣いてましたけど、何しゃべろうかね。そうね、今ね説明しきったんだけど、いやなんでその今まで川島が声出さなかったっていうちょっと説明をしたいんですけど、僕は本業放送作家で、まあスタートがラジオの放送作家をやって、でまあいろいろ経て配信とかの放送作家もやってますけど、基本はラジオの放送作家で、で劇団をやってからこういうラジオ番組をやるってなって、じゃあまあ自分の本業だから作家に徹するっていうところで、まあコピティウスにしこたま喋らせて、時には怒って泣かせて、でまあ50数回やってきたんですけど、まあ、本業がその作家っていう理由もあるんですけど、もう一つの理由が自分は喋れないっていう、うまく喋れないし人に指摘する方が得意、
逆を言うと、お前そんなに指摘してんのにそんだけしか喋れないんかいっていう、それを指摘されるのが怖いっていうね、っていうので封印してきたんですよ。だから今回ちょっとお酒の力と落合さんを借りてなんとか出てきたぞっていう。多分今回終わったらまたしばらく封印っていう。ちょっといっぱい飲みますね。だからちょっと聞いてる人は再生回数上げてもらって、いやコピティスが喋るより川島のが喋ってる方が再生回数多いよってとこちょっと見せてほしいなっていうところですね。あとマジで何喋る、いや本当に嫌だ。いやまあなんか俺もどこまで出ていいのか分からない。別に喋っていいよ。こそこそしてるけど、あ、うん、まあレアだから、ね、今んとこどう、今んとこなんかコピちゃんにダメ出しする資格あんのかなって思ってるけど、うわ下手ってこと。いや下手ではないけど別になん別にそう、まあ説明だからね。えでもやっぱさ作家の宿命じゃない。そのいやじゃあ舞台もそうだけどさ、うん、演出するやつが演技うまいのかっていうさ。あまあそうね。だラジオもそのカンペ出したり、うん、ダメ出しするやつが喋りうまいのかっていう、あっていう話じゃん。じゃあある種気にせずにやったらいいんだよね。それがでも喋っちゃってんだもん。あ怒られますよ。じゃあ説明します。あ、ま、ずっと説明だよ。説明から説明だ。まだ説明続くよ。いやもう台本は一応できてたのよ途中ぐらいまで。途中ぐらいまでっていうのもそのまあ、オープニングがまずできてて、うん、ちょっとオープニングの内容説明するけど、ちょっと読んでくね、うん、世の中的にはバレンタインデーがありましたがっていう、おこれコピティウス向けの内容なのよ、うん、なぜならバレンタインデーにクッキー焼いたから。食べましたよ。美味しかった。あるそれ今日。それがないんだけど、えでも、うん、落合さんにあげようとしてた、うん、えで残してはない。えどういうこと。いやそれもねいろいろあったよ。マジで2人とも体調悪かったっていう、うん、連絡行ったでしょバレンタインデーの近くに。2月の16金曜日連絡あったでしょ。あ連絡はあった。だクッキーあげようとしてたらしいよ。あそうは書いてなかったけどね、うん、なんか川島君を待とうの会どうっていうので、だからあげようとしてたらしいよ。えでもまだ2日しか撮ってないけどもうないのそれは。うん、え食べちゃった。なんだそりゃ。でもなんかいつでも作れるみたいな。あ、なんならその2回作ってもらったし。あ、まあこの話はいいか。うん、こっちがメインで、うん、もう1個あってトピックが、うん、前回54回の時に、うん、エンディングかな、次55回でゾロ目なんで何かやりましょうみたいな話になって、うん、で流れでコピティウスが考えた企画をやりましょうってなったんです。で基本もうお任せでっていう話になってる、うん、川島は関与しないっていう。ほんだら今日 LINE で3つぐらい企画が飛んできたのね。でここでちょっと1個問題があって、うん、その3つの企画が全部今後コーナーでやっていくっていう企画だったの。ほんだら最近ちょっとイライラしてるから私、うんうん、すごいなんかイラッとしちゃって、うん、めっちゃダメ出ししたの。やめてよもう。ま、何が言いたかったかっていうと、うん、その要はゾロ目で何回もやりたい企画ですみたいなのが書いてあって、うん、例えば55でやった66、77でやるみたいな、うんうん、いいじゃん。いやそんなやらせないよみたいな。あそうなの。気持ちがちょっとあってだしオーダーとしては55回コピティウスが考えたことをやるっていう回だったのに、あそうなんでコーナー考えてくるの。なるほどね。3つ考えてくれたんだけど、だ究極ゾロ目に関係なくてもよかったっちゃよかったよかった。だからもうとりあえず単発の企画考えてくるっていうことだったの。なんだけど
ちょっと微妙で、うん、なおかつその中身が、まあなんだろうな、言葉選ばずに言うと、うん、面白くないねえ。ちょっとこれ後々あの人が聞いたら怒るかもしれないけど、一個あげると、うん、ドレミファソラシドの音を当てるっていう企画で、うん、いいじゃん、ちゃんと音でラジオらしいなんだけど、うん、当てます、うん、それを11連続で当てるまで終わりませんっていうストイックやストイックなストイック帰国や、いやそれおもろいのっていうのもあって、それでちょっとバババッと LINE 返したのよ、タメ、うん、口で、うん、ほんだら自分でもまあイライラしてるのを表現したかったから、うん、きつめに言ったの、うん、そしたらその荻窪、さっき話戻るけど、うん、荻窪で作業を私がしてて、うん、向こう仕事終わってきて、うん、のっけでああいうメールはもう今後敬語で返してくださいって言われてタメ口じゃ耐えれませんみたいな、へこんでるなと思って、うん、多分それがあったから、うん、酔っ払いすぎちゃって今寝てると思うんだけど、やけ酒的なとこもちょっとあったんじゃないかって、オードリーさんの面白さと思いつつ、うん、後半精神的ダメージで、ね、そう、まあ、それがあって、うん、でもその喫茶店で全部説明して、うん、その単発の企画にしてほしかったんだよとか、うん、で結果的に考えてもらったのそこで、うん、で今回そのこのあとオープニング終わってフリートークがあって、うん、その後にその企画をやろうと思ってたんだけど、まあ死んでるじゃん、うん、だからちょっと一旦それはオクラにします、うん、でこれまた説明なんだけど、うん、そのつまんなかった3つの企画のうちにうちの1個に、うん、コピティウスダイエット計画みたいなのがあって、まあ、55回で測定をして99回目で目標達成なるかみたいな、うんうん、そうでしょ、うん、それも俺言ったんだでだから間取ってゾロ目ごとに発表していけば、うん、99回は目標だけど、うん、66回目77回目どうなってるみたいな、でそれをオープニングにやろうっていう話だった、うん、ここで体重その場で測って、うん、で目標は何キロでっていうみたいな、うん、まあ寝てるからできないんですけどね、うん、これも全部台本に書いてあるわ、うん、なんで次やります、うん、56回目ぐらいかな、どう終わり、どうここまでもう説明いやそうだよね、でも説明だよね結局、まあそうね、説明をそのこの酔っ払ってるながら用意したっていうところを褒めてほしい。じゃあでは番組の説明です。ああもっと説明だこの番組は東京で初めて読むわ。この番組は東京で演劇をやってる劇団寝れない部屋がお送りする DIY 型ラジオ番組です。で今喋ってるのが寝れない部屋で共同主催をしている川島大輔、共同ということでもう一人コピティウスという主催がいるんですが、この番組は、今回だけ私の一人喋りでお送りします、うん、なお設定上は昭和感あふれるアパートの5つからお送りしています。毎回ねもうちょっとこの昭和感あふれる広げてほしいと思うんだけど、確かに昭和感は俺も前適度に聞いてるけどないけどね別に、なんかその前バットバットウルトラっていう、うん、この間の公演、うん、もう1年経つけど、うん、は時は、ニューヨークの路地裏からお送りしてるってやったの、うん、それはその設定に舞台の設定にかけて、うん、でそっからもうバットバットウルトラ終わったし設定変えようってなったんだけど、うん、今度ゴールデンウィークにある狂っても恋の、うん、テイストじゃないけど、あ、そういうことか、なんかちょっと、まあ、昭和感あってもいいのかなとか思いつつ、うん、私、そう決めた時に、う
まだその公演まで時期が全然あった頃だったから、うん、あの自分の好きな、私昭和がすごい好きなんで、うん、初めて知った、めっちゃ好きなのよ、うん、その昭和の感じというか、うん、なんだろう、タバコ屋の感じとか、いや神田川、うん、みたいな感じがめっちゃ好きだから、私今なんかそのブームだったりするじゃん、うん、ああいう感じが好きだからそこをちょっと入れ込みたいなと思って入れたのよ、うん、まあ未だ広がらずっていう、うん、でもなんだろう、この部屋に昭和感はあるかね。ない、まだ俺の前の家の方があるわ。完璧畳にキャブ台子の方が確かに確かに。あ、だからアップする時のさ、あのサムネあるじゃん YouTube の、うん、あれこの期間だけなんか逆からとかにするとか。逆から、なんか昭和ってさ左から右に文字書いてるのある。ああはいはいはい、それってもっと前じゃない。もっと前か、大正とかか。もっと前じゃない。確かに逆からはあるね。で、イオなんかさ、あのなんか難しい方の意味あるじゃん。はいはいはい、あのカタカナとかね、カタカナの、確かに無駄にカタカナ使ったりとかね、とかで醸し出してくる。でもなんかそうね、でも一番はやっぱタバコかな。ああ、なんかハタバコ。ああなるほどね。いや吸うんですよ私。本田さんもこの間吸ってたね。そう、なんか外出する時だけ解禁するって謎のシステム。私やっぱ海辺で撮影してよかった。大変だったね。大変だったけど楽しかったし、うん、ちょっと一個先週の放送聞きましたよ僕。そういうのちょっともうちょい近めで。先週の放送聞きまして、うん、1個なんであのエピソードコビちゃんは話さないんだってことあったんだけど、うん、まあそれはいいや、どうぞ進行を続けて。ああじゃあそれちょっとこのゾーンが終わった時に聞いて話せそうだったら話してもらおう。もしかしたらあえて切ったことかも。そうそうそう、あえて切ったのかなって気がして、うん、ですね。じゃあもう行く。で意外ともう20分喋ってるんだよね。オッケー。なんかそれで考えると、まあ言うていろんな人をさ、うん、そのこれまで仕事でさ、うん、対応してきてるわけじゃん、うん、この人のラジオ番組、この人のラジオ番組ってやってるけど、うん、なんか本当に超まれに、うん、本当に黙っちゃう人いるの、例えば 4,5 行のメール読んで、うん、もう本当にうんてんてんてんみたいな、その時に本当にあ死んじゃうと思ったんだけどそう考えると喋れてる方だよね。確かに、まあまあね。なんか落合さんの前で喋ると、うん、意外と私あんま喋れないんですよ最近思ったんですけど、あの面白くしなきゃと思って。そんなことない。あの面白くできてない自分が悲しくててかね、あのちょっと使いすぎかなと思うんだけど、最近よくオチはないんだけどねって言っちゃうの。言うでもオチがない話もしたいの、うん、だけどやっぱり対作家だから怖いんだよね。笑いがないと。いやいや、特にその家の隣にいるコピティウスはゲラだから、あゲラゲラ笑うのにシンってなる感じが耐えきれないそれもあってなかなか喋り下手だなって自分でも思うんだけど、うん、親とも話しても最近その正月の時に親と喋ってて、うん、なんかなんだろう、要は一般人じゃん、うん、簡単に言うと、うん、別にそのエンタメに触れた仕事をしてるわけでもないし、うん、まあ好きでいっぱい見てる人ではあるけど、うん、なんかそれでちょっと小話して、うん、笑わないと俺下手なのかなってやっぱ思っちゃうよね基本笑ってくれるから、あそのまあ笑いのその内容が人をディスったりする笑いなんだけど、あのうち心が心根が腐ってるからねそんなことないだけどやっぱ笑われないと面白い話できてないよ俺みたいなって思っちゃうんですよ。だから多分その流れでいやこんなペラ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 っていうか、うん、その今25分ぐらい行ってるけど、うん、25分も喋れるかなみたいな、うん、意外と喋れるね。意外といけるんじゃない。意外と手八丁口八丁そういう仕事でもある。そうだね確かに。じゃあちょっと自信を持ってこのゾーンを終わりたいと思います、うん。
ということで今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。で本日の1曲目に参りましょう。でちょっと台本に書いてあるんですけど、うん、変えようかな。やっぱりなんで変えるかっていうと、うん、曲の説明をしたいから。曲の説明をしたいから。どういうこと、うん、私が作っているから。そうなんですよ。まあコピティス散々言ってくれてるけど、言わせてるけど基本私が作ってるんですよ。すごいよ、ね、聞いた？すごいよって言ってるよ。すごい。なんで説明をしたいんだけど、なんか説明なんだろうな、ちょっとマニアックな説明をしたいなと思って、まあ基本的なそのどういう曲でとかは、まあ、最近はしてないけど昔コピティスがしてくれてたんで、うん、じゃあハイリーエモーショナルっていう曲を、落合さんがガッツポーズしてますけど、これ まず概要を説明すると、説明だ、また説明だけど、玉境にてハゼルっていう、公演でやってる、いやテーマ曲として使った、役者の中村玉城ちゃん、通称タマが歌ってくれてる曲なんですけど、これは割と何だろうな、うちの曲はマイナー進行というか、なんかすごい明るいというよりはちょっと鬱屈とした感じ、まあ、多分お茶さんは分かると思うんだけど、うん、なんだけど、その公演自体が寝れない部屋初のちょっとコメディがメインの舞台だったから、ちょっとロック調、なんかアップテンポのロック調にしたくて、で、まあ、作ったんですけど、うん、ドア頭からギターで「ドゥン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 ドゥルレンドゥルレ」っていうそのリフという呼ばれてるギターのフレーズが、まあ、随所に入ってくるんですよ。でこれ何なんだっていう話なんですけど、ギタリストって言うとかなんか恥ずかしいけど、ギター弾く人って手癖っていうのがあるの。要はなんか適当に弾いてくださいって言われた時に、癖で動かしちゃう手の動きみたいな、それがあって、で私の手癖がそのテン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 テルテンテルなんですよ。そのまあ他にもいろいろ手癖はあるんだけど、その形が本当僕中3の終わりかぐらいにギター始めたんですけど、その時からなんとなく弾いてたら思いついて、それをずっと弾いてたの。別になんか曲にするわけでもなく、だから中3だから15ぐらいでしょ、でその舞台が 10年以上経ってからだよね、15年とかか経ってから、その手癖もう使うかみたいな、別に他にネタもねえしみたいなでそっから始めて、あの曲ができた。でまあ途中ちょっとアニメのこれ言っていいのかな、アニメ あのインストで使われてるフレーズパクったりとかしましたけど、オマージュ、うん、それを落合さんにめちゃくちゃ説明したけど、とりあえず頭とかで使われてるトゥン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 はもう中3からずっと弾いてたっていう、深い曲紹介、弾いてみたくなった、うん、聞いてみたくなった。じゃあ、本日の1曲目に参りましょう。寝れない部屋フューチャリング中村玉城でハイリーエモーショナル。いつ全部
お送りした曲は寝れない部屋フューチャリング中村たまきでハイリーエモーショナルでした。寝れない部屋のラジオ、この番組は以上スポンサーゼロでお送りします。寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋共同主催の川島が臨時でお送りしております。まあ、さっきオープニング撮ってタバコ2本吸いましたねなかなか厳しいなっていうところありますけども、ここからのフリートークゾーンなんですよ。いつも聞いてる方はお分かりと思いますけど、まあ、いつもコピティウスにフリートーク喋ってねっていう時は、まあ、作ってこさせるんですよ、うん、最近まあチェックもしないんですけどね、うん、っていうのもまあ作ってくるから、うん、今回の私作ってもいないっていうなんなら向こうが喋ると思ってたから、うん、だから、まあ、あの丸腰で挑むんですけど、まあ、何話そうかなって考えた時に、うん、自己紹介かなっていうこんな機会ないから、ね、そうこんな機会ないのよ、うん、寝れない部屋の成り立ちとか、うん、そのコピティウスのこれまでとかは喋ってるけど、川島とは何ぞやみたいなとこは一切してないだよね、うん、最近の話はしてるけど、うん、だからまあこれを機会に隣に戦友の落合さんもいるし、まあ、何人聞くか分かんないけど喋ろうかなっていうところですねちょっとまあ酔っ払って息も絶え絶えなとこでありますけどじゃあ喋りますか。本当にこれでいいですか？いや、いいんじゃない、こんな機会ないし。そうだよね。で、オチはない。オチはない。うん。これ言っとく。うん。じゃ、どっから話そうかな。でも、そうね。作家に なるところからだよね。そうね。ね、私、1990年、12月30日生まれ。平成2年。平成2年、馬年。東京で生まれましたよ。あ、そうっけ。あ、それでそうか。あ、そうだ、名古屋の病院で生まれたな。ああ、こっからこすごい アイドルみたいないや、まあ、そっからねガーッと成長して、うん、中学高校、まあ、進学校ですよ、うん、いい高校入りましたよらしいね。補欠で補欠で入って、うん、で、まあ、周りみんな大学受験ですよ、うん、まあ、東大ももう2桁入るようなね、へ、学校ですよ。で、まあ、弟もその学校入って、うん、その後反面教師なのか分かんないですけどすごいいい学校入ったんですけど、そう、ね、うん、まあ、どことは言わないけどね、うん、で私はどうかっていうと大学受験しましたよ、うん、一応、うん、全然勉強しなかったねしなかったけどまあいろいろ受けて、うん、独協大学っていう大学受かったんですよ、うん、埼玉にある、うん、まあ、漢字難しいとこね。あ、そうそうそう、うん、いわゆるほら
早慶上智、マーチ、日東駒線って言われる、あの大学のそのランク付けのやつで、日東駒線とあの、まあ、日大とか駒場とか、東洋とかと同じランクって言われる独教にまあ受かって、あ受かるんだと思って勉強しないのに受かるんだ。何学部？経営かな、経営か経済か忘れちゃったけど、あの森永卓郎さんが教授やってるでおなじみの、なんだけど、まあ、現役だから、いやこんな大学行くかっていう、本当に今思えばクソやなって思うんだけどで蹴って、まあ、他落ちて、浪人するってなったわけ、で浪人1年目がスタート、でもう浪人 1年目はもう簡単で、全然勉強しない、全然受かんない、おしまいっていう。何してたの1年間勉強せずに。何してたのね本当にあのここじゃ言えないことばっかしたんだろうねで2年目に入って、予備校に、ちゃんと行ったんだね。あの浪人1年目も行ったんだけど、ちゃんとしなかったのね。もう本当に今思う、これ自分がダメな人間だっていうフリートークみたいな今なってるけど2年目は頑張ったんですよ、頑張って、でまあそれなりにまあ偏差値も上がって、まあ上がっても本当に上がったの、それだけしか上がんなかったのかっていう感じもあるけど、まあ頑張った、でそれこそ現役時代に受かってた日東駒線とかは、もちろん A 判定、その上のランクも、まあ、A か B かみたいな、っていうところで、じゃあいざ受験ってなって、早稲田行きたかったんですけど、早稲田早慶上智、あとその下のマーチ、青山立教明治などなど中央とかのランクだけ受けようみたいな、てか親ももうそこしか、あの受験料出さないぞみたいな、って言ってたんだけど、浪人生って高校に、高校卒業しましたよっていう証明書を取りに行かなきゃいけなくて、それは毎年取りに行かなきゃいけないのよ。で2年、その浪人2年目の時に取りに行ったら、その当時担任だった人に、気持ちは分かるけど、段階を踏んだ方がいいから、その日東駒線も1個は受けた方がいいよみたいな、そのやっぱ大学受験って分かんない、東京関東は、その偏差値順に日程が組まれてんの。へー。2月の初旬から中旬が、まあ、日東駒線で、でマーチが大体2月中旬か後半、で早稲田早慶上智が2月の本当最後から3月の頭みたいな、ちゃんと程よく組まれてて、でじゃあそのマーチとか早慶上智受ける前に1個受けとこうと思って、練習じゃないけどリハじゃないけど、そうで自腹で日大受けて受験料払って、で、まあ、要はさ、私のこれ計算なんだけど、日東駒線 A 判定、で早慶上智も A 判定出てるとこある、あ違う早慶じゃない、マーチも A 判定出てるとこがあるってことは、ってことはもうこれ日東駒線は A じゃなくて S 判定みたいなもんじゃんと思って、まあそうじゃん、よう言ってしまえば、ほんだらその日大落ちてそのはいつ分かんないと落ちたって、それはね、マーチ受けてる途中に分かるの。あ、そんな早く分かるんだ。分かる分かる、怖っ。でそっから分かんない、うちの父親曰く、あれで落ちたからお前はガタガタ崩れたって言ってたけど、そうとは思わないけど、まあとりあえずなんだろうな、要は独協受かってるじゃん現役で、もう2年前なんですよ、そっから偏差値20ぐらい上がってんの全教科で、なのにその独協と同じレベル落ちるっていう、ほんでまあ全落ちして、
あーってなってあーってやって、これで、あの、みんなサブスクで聴いてほしいんだけど、あの、凛としてしぐれの傍観っていう曲があるのね。私、凛としてしぐれ大好きなんだけど、うん、その傍観って曲が、もうサビが、あの、僕は死にたいって連呼するっていう、まあ、それ聴きながら家のベッドで、もう毛布くるまって、一週間ずっと動かないみたいな。で、そんな日々を経て、うん、で親はもう一浪しろ、うん、その代わり国立受けろみたいな、ま、私立の文系志望だったんで、うん、そっから、ま、国立ってなると文系でも 2,3 科目増えるわけよ、うん、その理系の科目も受けなきゃいけないから、うん、いやもう無理ですって、うん、なって、で結局、ま、そっから本当にあの戦争地獄みたいな 1,2 週間を経て、うん、あの、私働くことを決意するわけですよ。でバイトをし始めるわけですよ、うん、まあ、あのローソンなんですけど、でローソンで働いてる時に一応目標としては、うん、1年間バイトして、うん、でやりたいことを決めて、うん、でなおかつちょっと お金も貯めて、うん、まあ、多分親にも手伝ってもらうけど、うん、1年経ったら何かしら始めようみたいな、うん、なんか1年はとりあえずバイトしてみようみたいな時だったんだけど、うん、その時になんか考えてたら、ラジオ好きやなっていうので、ね、その受験期に聞いてたんだけど、うん、まあ、元を正せば、うん、元を探ると、うん、中学2年生の時にあのワウワウでエヴァンゲリオンの再放送やってて、一挙放送、うん、でそれを見て、うん、うちわわわ入ってたから、うん、実家が、うん、で見てもうめちゃくちゃ感銘受けて、うん、しかもあれって主人公たちが中学2年生の年齢なのね、うん、それ中学2年生で見てグッてなって綾波レイに恋してほんだらそのエヴァンゲリオンの特集やってる雑誌があって、うん、ニュータイプっていう雑誌なんだけど、懐かしい、うん、でそれを買って読んでたら後半の方に声優さんがやってるラジオの一覧みたいなのがあって、うん、ほんでラジオなんて全然聞いたことなかったんだけど、うん、アスカ、うん、ソウリュウアスカラングレーっていうキャラクターの声優さんがやってるラジオが放送されてるっていうのを見て、うん、で MD コンポ使ってね、うん、聞いたのよ。懐かしい、俺も MD コンポ使って聞いてたわ。ほんだらそれがその宮村優子さんっていう、うん、あのアスカの声優さんと、うん、相川有賀子さんっていう、うん、トットカハム太郎の子牛くんとかやってる声優さんの2人で、女子2人でやってるラジオなんだけど、うん、まあどしもで、それこそその相川さんが旦那さんが岩田光雄さんっていう声優、またこれも声優さんで、うん、映画のアキラの主役とかやってる、うん、で2人の間に子供ができないから、うん、スタジオにベッド持ち込んで着床させようっていうぐらい、結構もうどしも全開のラジオだったの、うん、でそれでもうバチコン打たれて、うん、それからまあ中学後半から高校ラジオちょろちょろ聞き出して、うん、で、まあ、浪人2年間やってる間もいろいろ芸人さんのラジオとかも聞いて、うん、でラジオいいかもみたいな、うん、サッカー面白そうみたいな、うん、今も思えばあの地獄の一丁目に足を踏み込んでる感じだけど、でそれがあって、で文化放送っていうラジオ局が、うん、A&G っていう、なんて言えばいいんだろうな、要はアニメ関連の声優さんがやってるラジオばっかりをやってる、うん、なんて言えばいいんだろうね、要は BS1 と BS2 みたいな、うん、BS1 は本放送、うん、2はちょっとコアな放送みたいな、うん、でもたまに同じ番組やってるみたいな、うん、私は BS1 聞いてて、うん、で同じ放送をやってるから BS2 の方も聞いてみようっていうので聞いてて、うん、だからそこが専門学校っぽいこともやってるみたいな。普通専門学校って2年とか、うん、まあ、長いと3年4年とかあるけど、うん、その放送作家コースがあって、うん、
それこそあの日本工学院とかさ有名じゃ ん、 あので、放送作家コース2年ぐらいあるんだけど、うん、そこは半年ですっていう、半年っていう本当みたいな学費安みたいな、で、わあちょっと気になるなと思って、うん、でまあそのオープンキャンパスとか行ってたのよ、日本工学院とか、うん、で、まあ、情報を追ってたら、うん、その、まあ、4月が入学じゃん大体どこも、うん、でも年明けの1月とかに冬季のなんて言うんだろうな、冬季講習みたいな、うん、2週間だけの講習やりますみたいなのがあって、でしかもそこでみんなで番組を作って、うん、優秀賞に選ばれたら、うん、その BS2 の方でいわゆる放送されますみたいな、うん、あって、うわ気になると思って、うん、今日悩んでて、うん、どうしようかなみたいな、ほんだらこれもちょっと運命の出会いなんだけど、うん、落合さん並みの運命の出会いなんだけど、うん、そのローソンで働、うん、深夜働いてたんですけど、うん、その働いてる時の同僚が吉本の芸人さんで、うん、今ちょっとやめられちゃったんですけど、うん、まあこういうことをやりたいんですみたいな言ったら、うん、やれよみたいなめちゃくちゃ押されて、うん、うわって、その当時もう芸人さんっていうだけで雲の上の存在だったから、うん、あおやりますみたいなそんな言うんだったらと思って、うん、でやったんですよ、うん、でやったら、まあ、当時その時の講師だった人が矢野さんっていう、うん、今も日本代表するクイズ作家、屈指のね、屈指のクイズだけじゃないけど、うん、もうテレビ番組開いたら名前出てる作家さんが講師やられてて、うん、おもろいねってなって、うん、25人ぐらいいたのかな、うん、で、まあ、みんな番組の企画を出して、うん、でおもろかった人の企画をピックアップして、うん、で部下に2人つけてやってきますみたいな、だから、まあ、分かりやすく言うと24あったら8選ばれる、うん、で残り選ばれなかった人はその8のどれかに部下としてつくみたい な、これ部下としてついたらもうやめてやろうと思って、うん、ほんだら選ばれて、でしかもその24みたいな綺麗な数字じゃなかったのよ、うん、で周りは3人1組だったんだけど、うん、俺だけ2人になって、マンツーってこと？そう、女性の年上の人かな、うん、メガネかけた、うん、もう名前忘れちゃったけど、うん、でその人と2人になって、うん、でその人に俺の考えた企画をサポートもしてもらいながら作るみたいな、うんうん、やりやすと思って、うん、ラッキーと思って、うん、やっぱ多い人が多いと喋れないタイプだから、うん、で作って、でじゃあいざ収録して、うん、そこもずっと矢野さんが立ち会ってるのよ、その田中さん名前忘れちゃったな、田中さんっていう若手声優さんを使って、うん、まあ、番組を15分ぐらいの番組を撮って、うん、で全部撮り終わったところで矢野さんが公表して、うん、放送する番組はこれですって、うん、多分2つか3つ、うん、で選ばれて、うん、おっと思って、うん、これはと思って、うん、であじゃあ選ばれたからここ入ろうと思って、うん、そう、まあ、話戻るけど、うん、その冬季講習受けようと思った時に、その選ばれたらここ進学してみようと思ったの、うん、ほんだらまあ選ばれたから、うん、才能だよねそう、選ばれたからじゃあ入ろうと思って、で親にごめんなさいっつって入りますっつって、うん、4月から入って、うん、でまあ半年、うん、10月までかで入って、ほんだらまあなんだろうな、周りがそんな面白くなかったのかそれなりにまあいい成績を収め、うん、そしてこっからちょっと説明しづらいね、うん、事務所辞めてるからさだから簡単に言うと、その専門学校で講師だった人のがやってる作家事務所に入って、うん、で
結局そのでも講師の人は俺は嫌いだったから、そんなこと言わなくてもいいんだよだから言ってなくて嫌いだったから事務所を辞めたんですけど、うん、で今に至るんですけど、うん、でもその時にでその事務所に入るっていう時に、うん、浜松町のサンマルクでしたっけあれは、うん、時に、まあ、呼ばれて行ったら、うん、一人知らないちょっとプクッとした男の子がいてでその男の子が何を隠そう隣にいる落合さんそうで寝れない部屋的には、勇気創作だったんですよ。そっからだからもう何年ですか10年、一緒に放送作家の仕事をこれだっていうので会議行ったのが2012年の8月なんだよ。じゃあ、まあ、24年半で、ま、11年半半ぐらい経つね。経った。そうこの辞めた時期とかの話をするとちょっとあの悪酔いしちゃうから言わないようにするけど、うん、大変だったねあの時は。まあでもねこんな仕事でお互い11年半なんとか食ってこれてるのはすごいと思うけど ね、なんか辞めるから仕事全部辞めろって事務所の社長に言われてでもね一人だけ守ってくれるディレクターさんがいて、ね、一本だけ首の皮つながったと思ったら、うん、あお前全部やめさせられたのか、じゃあこれやってみなよ、うん、みたいなのもありつつなんやかんやの、うん、でもその一連のハプニングがあった時が多分作家始めて4年とか、またそんなもんか、多分半分より前だから、あだからもうそあの事務所辞めてからの年月のが長いんだよね。そうすごっ。まあね、いろいろあったけど、いろいろあったけど、その途中で寝れない部屋が始まって。それはなんでだったの？もう話してるか。でももうラジオ、まあまあそのコピティウスが多分1回目に話してるけど、うん、まあ、簡単に言うと落合さんも知り合いの作家の女の子が、うん、舞台をやります、うん、でその舞台っていうのが8人ぐらいの作家、うん、その作家って言っても、舞台作家もいれば、うん、放送作家もいますよ、うん、みたいな。でその8人が役者さんを使って、うん、コントを30本ぐらいやるみたいな、うん、でそのうちの1人に呼ばれて、うん、で、役者、まあ、兼作家としてコピティウスがいたっていう。あ、兼作家もやってたんだ。コピちゃんやってた最初は。これ2回目に呼ばれたんだけど、うん、その公演のその時は作家もやってた。うーん、ただその話つながるけど、うん、その公演に呼ばれた時に、うん、俺が交換条件として出したのは、うん、その吉本で、うん、芸人をやってるローソンの先輩を出せっていう、うん、先輩出てたっけ。出てた。俺見に行ってるはずなんだけどな。出てた。あ、そうか。その人出すなら俺出てもいいよっつって、うん、プチ恩返し、うん、をやったんだけど、うん、そっからそうね、私もともと高校時代バンドをやってたんですけど、うん、やっぱバンドのライブハウスの空気好きなんですよ、うん、もちろんやってる時もめっちゃ好きなんだけど、うん、やる前のお客さん入れる前のみんなでリハしてとかさ、ちょっとこう端で見ながら、あいつらこんな曲やってんのかうめえじゃんみたいな、こうなんていうの、文化祭とちょっと見栄の張り合ってる感じの融合みたいな、うん、その感じがその時見受けられたのよ、うん、その下北沢のちっちゃい劇場で、うん、みんなの、まあ、場当たりっていうよりリハーサルみたいな、うん、やってる時に見受けられて、あこれ楽しいみたいな、うん、だし自分でも本を書くのも楽しいし、うん、やっぱラジオの原稿って、うん、基本進行させるための原稿だから、うん、まんま文章のまんま読んでもらう必要もないし、うん、そこまでがっつり書かないし、うん、でもそれが全部読まれてるっていう、うん、コントだからね、うん、その時にうわ楽しいかも、うん、
だし自分で音楽作ったらもっと楽しいかも、うん、っていうのが合わさって、うん、一人道連れにするかっていう、まあ馬があったんですけど、うん、コピティウスと川島くん書いたやつにコピちゃん出てたの？出てた。あ出てたね。そう、もっと詳しく言うと、うん、私が書いた内容が、うん、どっかの便所の、うん、あやっぱそうだよね、便器にはまるのが好きな男っていうか、うん、それがなんて言えばいいの、ああいうの、あのフェチというか、うん、ハマってる男がいて、うん、でその彼女がそこの掃除に来る用務員のおばさん、うん、50代ぐらいの、うん、でもうその便器にはまる男はそのローソンの先輩って決めてて、うん、なかなか用務員のおばさんが決まんないってなってて、うん、で何人かやってうーん微妙だなと思ってたら、うん、宮井さんっていう、うん、まあ今までずっとうちの部官やってくれてた人、うん、まあ、そういうのは作家やってるんだけど、コフィちゃんもどうみたいな、うん、でそれ言われるまで俺コピティウスっていうか役者やってるって知らなくて、お誰も説明してくれないからさ情報ゼロだからさ、うん、その作家の人だと思ってて、えやるんですかみたいな、うん、まあ見ますけどみたいな、うん、やったらお一番いいじゃん、ってなって やってもらって、うん、ほんだらなんかやりやすみたいな、うーんっていうか一番まあ馬が合うかみたいな、なるほど、っていうのもあって、うん、その舞台が終わった時の飲み会で、うん、こういうのやりたいんだけどやってよっつって、うん、酔っ払ってるから全部腕にマジックで説明書きして書いたら読んでっつって、へえ、そうしたら結婚してたよね。うわーすげえそこでだってそのさっきも話したそのコントというか舞台というかで俺と川島君の共通で知ってる人も、うん、まあ、ある種ラジオ番組でね出会った、そうね、とあるでラジオ番組で出会ったわけだから、放送作家になってなかったらあれだし、そうもっと言うとその冬季講習で3本に選ばれてなかったら、まあ、放送作家になってなかったかもしれないわけ、ね、そうだね、なんか別の仕事したかもね、持ってったら中二のところにエヴァンゲリオン見てなかったら、あーそうだね、放送作家になってなかったかもしれない、なってなかったと思う、やっぱ、いやすごいよ、進学校だしさ、うん、あのめっちゃ恥ずかしくて言いたくないけど高校生の時美容師になりたかったからさ、そうだからほんと中二の頃の原体験が今につながって、劇団はやるわ、放送作家やるわ、嫁さんも見つけるわっていう、そうでもっと言う、うん、もっとっていうかちょっと細かいところで言うと、日本放送で新エヴァンゲリオンのオールナイトニッポンっていうのがあって、あった、ね、たまたまサブ作家で呼んでもらって、うん、でそこに宮村優子さん来たの、うん、だからうわっと思って、そんな聞いてましたって一切言わないけど、うん、ありがとうございましたって言った時に俺ちょっと回収したわと思って、あ確かに中二のあの体験回収したと思って、いやすごいね、一個違ってたらもう全然違う未来があったかもしれない、違うよ、で今なぜかこの阿佐ヶ谷の家でラジオ撮ってるよ、あどうですか、ちょっとこれ満足してもらえてんのかな、いやいいんじゃない、こうちょうど今しかも受験シーズンだからさ、うん、受験生は聞いてないと思うけどいやへこんだとしてもね、うん、本当に落ちるからね、そう最悪大学行かなくても素晴らしい未来が待ってる可能性あるんだから、うん、いやでもなんか酔っ払ってるから言うけど親に、うん、で父親はそのなんだろうな、高学歴だけど、うん、イケイケドントンな人だから、うん、そのギターとかも父親からいろいろ教えてもらったんだけど、うん、そのふと実家に帰った時に、うん、もう後悔してないかみたいな、お後悔だっけな、なんかなんて言えばいいんだろう、なんて言えばいいんだ、あ言葉が出てこないな、追い目、うん、みたいな感じてないかみたいな、俺らに対してってこと、うん、うん、いやその自分がその大学行ってればよかったなみたいな感じないかって、うんうん、まあもう別にみたいな、うん、周り高学歴ばっかだけど、うん、別に何も思わなくなったって言ったら、うん、よかった
って言って、あ、よかったっていうことなんだとか、うん、優しいと思って。いや、そりゃそうよ、金出してるのに優しいと思って。あ、いつの話？最近。おう、え、金出してんのにって、まあ、それ要はその受験に、ああとか、まあ進学校も行かせてもらって、散々お金を払って予備校とか失敗作が生まれてるわけじゃない。そんなことないよ。でもその受験に受からなかったっていうことに対しては失敗じゃん。まあっていうのもありましたけどね。なんか撮ってんの忘れるね確かに、うん、ちょっと落合さんの声もどんぐらい入ってんのかなとは気になるとこだけど、まあ、まあでもだいぶレアな、うん、で、まあ、今に至る、うん、そして今度5月に新しい公演がありますよっていうことでしょ、うん、でもなんか今あの一番良かったなと思うのは、うん、意外と話すの楽しいなっていう、まあ落合さんがいるからだけど、いやいや、たまにやってもいいかな。素晴らしい。だからこれでも再生数だよね。まあまあまあ、本当に本当に、いや、めっちゃよ、僕が喋ってますってツイートしようじゃあちょっと曲いきましょうか、うん、これもね変えるけど原稿にある、うん、ラストナンバーどうしようかな。じゃあ散々かけてるけどバッドバッドウルトラの曲なんですけど、これはまあ、なんだろうな、作るのはそんな時間かかんなくて、まあ、ギリギリで作ったんですけど、うん、なんかやっぱギター出身というかギタリストというか、なんていうか、うん、ギターやってるから音楽やってるみたいなところがあるんで、うん、どうしてもあのギターソロを入れるんですよ私は曲に。まあ、最近ギターソロがないイントロゼロの曲がウケるみたいなのあるけどやっぱギターソロがないとやっぱ盛り上がんないんですけど、うん、これもまあ入ってて、でもう稽古の最中に作ったの、うん、で本もできてる、なんとなく稽古も進んでる、うん、完全に作品のイメージはできてる、うん、で歌詞も書いて、うん、その、まあ、主人公が死んじゃうんですけど、うん、ヒロインと一緒に、うん、まあ、それを思いながら、まあ、弾くんですよギターソロを、うん、どんな感じかなみたいな、うん、でもうめちゃくちゃに弾いて、うん、指痛かったんだけど弾いて聴き終わった後、うん、でもなんかそれがこうバチッとハマったというか、そのもう合うじゃん、もう内からの叫びみたいな、うん、でもコフちゃんにコフちゃん叩き起こして夜中で朝方か、うん、聞いてっつったら、うん、こんなギターズルを弾かれたら泣いちゃうよっつっていい嫁さんだ本当にあの他の人が聞いたら別に違う感想だと思うけどでもなんか一番なんか いろんなギターソロを弾いてきたけど、うん、一番バチッとハマったギターソロだなっていうのと、あともう一個だけちょっと小ネタを言うと、うん、このバッドバッドウルトラの公演の前にエフェクターを買ったんですよ、はい、いやギターの音を変える機械ね、はい、エフェクターって。でそれが洋楽好きな人はレイジアゲンストザマシーンっていうバンドのトム・モレロっていうギタリストが弾いてるし、うん、最近あの宮城さんがよく使ってるエフェクターなんだけど簡単に言うと要は踏む場所があって、うん、踏むと、1オクターブ上がったり1オクターブ下がったりするの、それも設定で変えるんだけど、うん、だからかビーって弾いてて、うん、押すとビーウィーって、うん、で戻したらビーウィーウィーってこう下がるみたいな、うん、それを初めて使ってこの曲で、うん、なかなかそれもまあソロの最後で入れてるんですけど、うん、っていうところもこれ誰がこれ誰がうんってなるのかね、本当に聞いてほしいな、ちゃんと聞いてもらおう、うん、じゃあここで一曲お送りしましょう。寝れない部屋フューチャリングあゆでバッドバッドウルトラ。
お送りした曲は寝れない部屋フューチャリングあゆでバットバットウルトラでした。寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋のラジオ、この番組は以上スポンサーゼロでお送りしました。YouTube にてお送りしてきました寝れない部屋のラジオ、エンディングのお時間です。いやーちょっとコピティウスがゲロって寝てる中でのお茶屋さんとお送りしてきた川島初ソロ回55回、いかがでしたでしょうか。ちょっとメールが欲しい、あ本当に、Twitter の感想も欲しい、来たことないけど、それ以下によっては2回目があるかもしれないな。ある、全然ある、本当に人に褒められてここまで生きてきたからね。ちょっともうちょっと頑張る。でもやっぱり多分シラフじゃできないよな。でもこれをがあったからってコピティウスに優しくしようとは思わないね本当に。それは仕事持ち回りだから、うん、やっぱり適材適所ってあるからね、うん。なんで私は今後もあのゲームしながら横で聞くっていう役を全うしますけども、先にお知らせしておきます。次回公演狂っても来い、今年の5月2日木曜日から5月5日日曜日下北沢オフオフシアターにて上演します。行きます？行きます。行きますよね。大変な舞台になりそうです。もう楽しみ。でもチラシ早く解禁したい、うん。で、さらに12月にも下北沢オフオフシアターにて新作公演を上演します。これもね大変になりそうだけど、ちょっと有機創作にもいろいろ手伝ってもらいたいことがあります。頑張ります、はい。で劇団ホームページでは各作品の上演台本を販売中、全公演あります。全然売れません買ってください。で BBU のリビューバットバットルタロのグッズもあります。買ってください。で劇団員制作スタッフはオールウェイズ募集中。今年は入るかな。そうだね。有機創作として入れることはいいの？あ、正式にってこと？うん、いやそれは大丈夫です。とりあえずこれ優遇としてこれが続くからもう心折れそうなんだそしてチャンネル登録高評価をお願いします。今週の川島は片頭痛って辛いよねいや金曜日さ、うん、幕張で仕事して、うん、めちゃくちゃ片頭痛きてやっぱと思って、うん、で車で、帰ってきて、うん、もうそれもフラフラだったんだけど、うん、正直で家着いて、うん、家の前とりあえず着いて、うん、カーシェアだから車返さなきゃいけないじゃん、うん。でも我慢できなくて、コピちゃんに LINE で頭痛薬持ってきてくれっつって、で飲んで、うん、で喋りかけてくれるわけじゃん、うん、心配して、うん、もう喋れないっつって。そんなに、いや本当に久々に限界だった。でもそんな中で生放送やった自分に拍手を送りたい。では最後に番組のメールアドレスを紹介しておきましょう。番組への感想、お悩み、劇団への求人問い合わせ、ないと思いますけど、すべてメールは寝れない部屋アットマーク gmail.com nerenaihea@gmail.com です。アットマーク前は劇団名をローマ字で書いたゴリゴリのフリーアドレスでやらせてもらってます。俺ながら読みやすい原稿なお、寝れない部屋のホームページではどんなメールを募集しているのか一覧を掲載しているので、ぜひそちらをご覧ください。最近コーナーやってないんで来ないと思いますけど、またですね、もし感想を X でつぶやく際はハッシュタグ寝れない部屋のラジオをつけてポストしてください。これは欲しいね。うん、なんかそう、今度チラシ撮影の Vlog をね、おあげようと思って、作ってるんですけど、なんだろう、ギャルにしてもチラシの画像がアップされるまでは作れねえなっていうか、うん、Vlog アップできないなと思ってちょっと温存してるんですけど、今後も Vlog をやりたい、
し、なんか、まあ、劇団員じゃなくても寝れない部屋に噛んでる人を出したい、うん、こんだけ楽しくやってますよみたいな、うん、落合さんも多分映るだろうし、うわ、てか Vlog、 そのチラシ撮影の Vlog に映ります。あ、確かにそれに、なんでね、ちょっと皆さん楽しみにしていただいて、あと、過剰に反応していただきたい今回の放送コピティウスに勝ちたい、うん、そのとこ、はい、十分かな、そのとこ結構回したね、うん、十分 OK、 じゃあ最後締めます。ということで、寝れない部屋のラジオ、ここまでのお相手は寝れない部屋共同主催の川島でした。バイバーイ。